はい、皆さんこんにちは、ヨガジェネレーションの三木蔵でございます。いつもチャンネルご視聴いただきありがとうございます。今日もこちらのゲストをお招きしてお話をお聞きしたいと思いますが、ヨガインストラクターの出口真紀子先生です。もうね、よろしくお願いします。何度も年齢のことを言うのはあれかと思いますが、はい、今年還暦です。60歳。ね、それが信じられない、なんでっていう秘密を、まあ、1本目と2本目の動画でお聞きしたんですが、はい、まあ、これヨガチャンネルでございますので、今、まあ、出口先生がやられている、まあ、講座の件とか、まあ、指導の件もちょっと今日は深掘りさせていただけたらなと、はい、もしかすると年齢のことをもっと何が秘密があるんだって深掘りした方がチャンネルの視聴回数は伸びるのかもしれませんけども、まあ、お仕事でということで、はい、今日は講座の件を、今どんなことをされてるんですか。まあ、僕は知ってますけど、はい、はい、ヨガジェネレーションでは、うん、もう多分7、8年になると思うんですが、はい、ヨガインストラクターの勉強会というのをやっていて、うん、今は初心者ヨガインストラクターに限定して行っています。なるほど、ありがとうございます。はい、なんとですね、これびっくりされるんですけど、ヨガジェネレーションの企画講座っていうのは実は1回2回で終わりじゃないんですよね。これが実はどの先生とも、まあ、ロングランというか、牧子先生とやってる勉強会はもう本当に7年で、もう延べ受講者数、まあ新人インストラクターっていう対象の人たちがなんと1000人も受講がいよいよ終わりそうなぐらい実績がある講座です。いや本当にありがとうございます。ありがたいですね、はい、まあこの講座の根拠となるのはやっぱり今までのキャリア、まあ、指導歴がもうすぐ20年近くなるっていうところと、まあ、ヨガ歴も長いっていうところと、まあ、もう還暦って言ってたんだよね、その人生経験ですよね、がやっぱり新人のヨガインストラクターにすごく大きな気づきを与えるんじゃないかと思って、まあ、企画先生と一緒にしてるんですけど、まあ、ちょっと具体的な内容とか触れれる範囲で結構なので、何をされてるかとか、はいはい、3つの柱になっていて、うん、アサナと、うん、そして、シークエンスとティーチングというのを3本柱で行っています、はいはい、でそれを分けて3時間ずつ行っています。なるほど、別日で別日で3日、あ、3時間3時間3時間ですね、はいはい、なるほど、バラバラで受けてもいいということですもんね。はい、そうです、はい、これまず朝那編っていうのはどういう、はい、あ、これ全てちなみにオンラインですね、はい、オンラインでやってますので、全国どこからでも受ける、はい、安心して、はい、朝那編っていうのはどんなことなんですか、実際に。うん、アサナ編は、うん、アサナはポーズですよね、うん、ポーズはヨガの指導に関してとても必要だと思います、うん、皆さんは多分ポーズをお伝えするヨガを行っている方がいらっしゃると思うので、うん、まあ、私の講座に哲学を教えたいからという方もいらっしゃらない、うん、はい、ポーズのことを伝えたい、うん、でそのポーズが一番基本なんですが、うん、ポーズのことを知ってるようで割と知らない方が多く、形はみんなもちろん分かってますよね、うん、形は。でもその形をどういうふうにしたら有効的に伝えられるかっていうことをメインにしてます、うん、あとはバリエーション、例えば選手のポーズに、うん、だったらそのバリエーションはどうしたらいいか、うん、ここはどういうことを、気をつけたらいいのかなということとかをお伝えしてます。とっても大事ですね、その、はい、今さっきおっしゃられて分かってるようで、まあ、なかなか難しいところって、うんうんうん、アーサーの特にポーズではあると思うので、まあ、そこって大事ですよね。じゃあ次にティーチングでしたっけ、はいはい、ティーチングはどんな感じの。ティーチングはですね、はい、もちろんそのポーズが分かってないとティーチングって、うん、難しいんですね、うん、はい、その、まあ、例えばさっきと一緒でビラバドラーサーの2、うん、選手のポーズ2をするときに、うん、選手のポーズ2が形ができたときに、うん、みんながあれあれあれ、あそこあの人あれあふんだってあの人あで、うん、あの人がこうだってならないように、うん、ある程度はそうですね、アジャストがしなくてもいいようなティーチングというのをお伝えしてます、うんうん、なるほど、はい、やって、まあ、ぐちゃぐちゃってさせるような、はいはい、こうなってるのを全部アジャストするのではなくて、ある程度こう誘導でしっかりとしたアライメントに持っていけるようにはどうすればいいのかっていうところですね、はい、です、あ、素晴らしいですね。あと最後何ですか、クラス作り、はい、シーケンス、はい、あ、なるほど、はい、これはどうなんですか。はい、シークエンスは私のやっているシュリハートヨガという、うん、ヨガのスタイルに合わせたシークエンスを一応ご紹介してて、うん、これはですね、クラスが60分だったとしますね、うん、60分の中でこう一番メインになるところを作るんですね、うん、そこに向けて
そのどういうことをしていったらいいか、うん、例えばそれがアルダチャンドラというポーズだったら、うん、アルダチャンドラするためにはここを使い、うん、こういうふうに伸ばし、うん、でその前にダウンドッグしますよね、うん、ダウンドッグするにはこうしてというのを組み立てることをしたり、うん、そのピークになるのはどういうものがいいか、うん、ということをお伝えしたり、あともう一つですね、あのヨガはポーズを取るだけではないですね、うん、精神的なものも何かしら皆さん持って帰ると思うんですけども、うん、はい、それをこのクラスにどうやって入れたら有効的かなっていうこともクラス作りの中に入れています、うんうん、このね、はい、特に新人のヨガの先生にとってシークエンスっていうのは、そうですね、一番難しいですよね、うんうん、あの型になっちゃいますよね。そうですね、あのいわゆる A パターン、B パターン、C パターンっていう型になっちゃって、それをこう流すだけのクラスっていうのが、まあ限界はあると思って、まあしょうがない部分はあると思うんですけど、やっぱりプロのステージに立つには型でやっててはちょっと厳しいところがあると、うん、やっぱり目の前に来た生徒さんにその時その場で必要なクラスの流れっていうのを組まなきゃいけないって、こういうことですよね、はい、きっとね、はい、いかがでしょう。まあご視聴いただいている皆さんの中にはヨガの先生だったり先生じゃない方もいらっしゃると思いますけれども、もしヨガの先生を志す、もしくは現役のヨガティーチャーで今から駆け出しなんですとかっていう方は、とってもあのロングランで人気の講座ですので、マキコ先生に今ならオンラインで全国どこからでも受けに来れますんで、実はあれですよね、はい、コロナ前はアジャスト編っていうのもあるんですよね、はい、アジャスト編、これがこればっかりはコロナ禍ではできないので、うん、今はこの3コースっていう感じでやっていただいてますけど、またコロナが明けたらアジャスト、そうですね、アジャストは皆さん、うん、あのお好きで一番盛り上がるところなので、触れ合ってアジャストもまたできたらなって切に思います。はい、ありがとうございました。3本にわたり年齢のことを何度も何度も言ってしまい申し訳ございませんでした。もう絶対これ叩かれるわ大丈夫です、はい、でも本当にお美しい出口真紀子先生で秘訣が満載でございますので、よかったら真紀子先生には会ってみてください、はい、ということで、ぜひ、はい、出口真紀子先生ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんまたお会いしましょう。